はい、どうもバルーヌジョーです。今日はですね、ジョー TV ライブレッスンの、お題発表動画になります。ここで発表されるお題は、メンバーシップのベア以上を対象として行われるジョー TV のライブですね。ライブの中でのレッスンのお題動画になりますので、参加できるのはメンバーシップのベアランク以上、ベアかドラゴンのみになりますので、よろしくお願いします。この動画を見てまずはどんな風に作品が作られているか考えてみてください。ってことで発表します。こうですね、タイトルがあるんですけど、はちみつ屋のハチさんっていうタイトルでやっていきます。ハチミツをですね、集めて回っているハチさんの様子を再現してみました。で、これ本数はですね、黄色が2本と黒が4本ですね。あと白が1本と茶色が1本で構成されています。まあちょっとですね、苦し紛れにハニーって書いてますけど一応ハチミツがですね入ってるような様子をちょっと出しています。で、ですね、この結構簡単な作りだけでできているので、意外とですね、初心者の方でもできるし、バルーンやってる方も、いろんな応用ができるんだなっていうことを認識してもらえると思うんで、ちょっと今回これを選ばせてもらいました。ってことで、360度動画流していきますので、どのように使われているか観察しながら、また火曜日当日お待ちしております。